新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが五類に移行したのに伴い。仙台市で初めて定点把握での感染者数が発表されました。一医療機関あたり二点六一人の感染が確認されました。新型コロナの感染者数は五類移行に伴い。全数把握から週一回指定した医療機関からまとめて報告を受ける定点把握に切り替わりました。 仙台市では市内41の医療機関で定点把握を行い毎週水曜日にホームページで発表します今月8日から14日までの1週間分がきょう発表され患者数は107人でした1医療機関あたり2.61人で同じ期間のインフルエンザの3.93人を下回りました保健所の支所の別では 泉区が最も多く5.29人次いで青葉区が3.5人、宮城野区が1.75人などとなっています。